美術検定の2級と3級に受かりました。こんにちは、ゆうほです。今日は皆さんにお知らせがあります。美術検定の2級と3級に受かりました。前回の動画で新しいことに挑戦してます、それも美術関連ですっていうお話をさせていただいたんですけれども、それがこの今回受けた美術検定のことでした。これからはせっかくなので、また動画の投稿を始めたいなと思っております。と今回の動画の中で一番伝えたいことを先に言ってしまうと、美術検定にせっかく受かったので、美術検定の勉強を通して得た知識で自分の動画をさらにブラッシュアップしていくぞという意気込みと、美術検定とっても楽しいので気になる方はぜひ受けてみてねというおすすめです。美術検定ってそもそもどんなものっていうことなんですけれども、知るほど見えてくるをテーマにして、美術作品の作品自体のことはもちろん、その作品の作者の方だったりとか、その時代背景、社会背景についても学んで、作品をより深く知ることでいろんなものが見えてきて、作品を見るのがもっと楽しくなるよという検定です。全部で4級から1級まであって、1級から3級は基本的には年に1回11月に試験が開催されていて、4級は通年オンラインでの試験が可能だそうです。2級と3級はダブル受験が可能ということだったので、私は今回2級と3級を両方とも受験しました。1級を受けるには2級に合格してないと受けられないそうなので、来年はぜひ1級にチャレンジしたいと思っています。出題内容はどの級も美術史問題が出るのと、2級以上では実践問題っていう美術作品の管理や展示についての知識の問題も出るそうです。美術検定を受けてすごく楽しかったな、良かったなって思うのが、一つは美術史問題に関してなんですけど、これは2級3級両方で出るんですが、日本美術史と西洋美術史の両方とも出るんですけれども、私は西洋美術に関しての知識はほぼゼロの状態からスタートしたので、見方があんまりよくわからないっていう感じだったんですけれども、いろんな作品だったりとか使ってる画材が何なのかとか、時代ごとによるその画材の違い、西洋美術って言っても範囲が広いので、どこの地方でどんな傾向があるとかっていうのを知ることができたのがすごく面白かったです。日本美術に関しても絵画以外の日本美術、仏像だったりとか彫刻のことはほぼ知らなかったのと、絵画のことに関しても体系的に学ぶことができたので、今までよりも結構深いところだったりとか、あ、こことここつながったんだなっていうのを知ることができて面白かったのと、昭和以降の美術に関してはほぼほぼ知らなかったので、そういったことを含めて自分の知識の穴埋めというか、知らない範囲についても興味を持つきっかけができたのがすごく良かったなと思います。2級では実践問題が出たんですけれども、その実践問題が美術館における作品の保管だったり展示だったり、あとは著作権などの法律に関する問題だったりとか、行政との関わり方っていうのが出るんですけれども、それが今までの自分には全くない視点だったので、例えば展示会など見に行っても、今までの私だったらその作品だけを見て満足して帰っていったし、調べるにしてもその作品自体のことだったり、その作家さんのこととか、まあ行ってもその時代について調べて終わりっていう感じだったんですけれども、展示だったり保管についても勉強したことによって、実際に美術館に見に行った時に、わあ、この展示すごいな、美術館の方頑張ったんだろうなとか、こんなにたくさんの作品を普段から管理してるなんてすごいなとかっていう風に視野が広がりそうだなと思って、それは美術検定を勉強しなかったら自分だけでは得られない視点だったので、すごく良かったなと思ってます。これは美術検定を受けてみたいなと思ってる方に向けてなんですけれども、受ける級の目安としては自分の体感でしかないんですけれども、普段からよく美術館に結構見に行くよっていう方だったら3級、美術館に見に行くし結構自分で調べたりもしてるよっていう方だったら2級が無理なく楽しく受けられる範囲かなと思いました。内容は結構2級でも割と深いところまで勉強するので、しっかりやったら結構大変だとは思うんですけれども、まあ趣味の検定なので楽しく勉強できる範囲でいいかなと思っているので、これから美術に興味を持つよ、最近興味を持ち始めたよっていう方は、まず4級を受験するのもすごくいいと思います。あと美術検定合格者特典についてなんですけれども、特典が結構よくって、美術館の入場料が割引になるんですけれども、
結構100円引きとか、山田美術館、日本画の美術館もその中に入っていたので、これは結構嬉しいなと思いました。受験料が級によって違うんですけれども、4級だったら4000円弱くらいで受けることができるので、それで100円引きになったら40回行けば元が取れるので、まあ一生のうちだったら絶対それくらいは好きだったら行くかなと思うので、これから興味を持ち始めるっていう方もまずは4級からトライをして合格証を持って山種に通い詰めるのも面白いと思います。ということで、美術検定もしっかりと受かることができたし、たくさん勉強して新たな知識も仕入れることができましたので、これからも日本画の面白さを皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。ということで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。